世のため人のためっていうようなことを思えば思うほど自分の心の声を引き出してくるっていうことが大切かなというふうに思います。今回は海田哲也さんです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、共通の知人に一番最初に紹介いただいた時には天才がいると、どういうことだということで、まあトヨタのコンセプトをことごとく作られてきた本当の天才がいるんで、ちょっとぜひ一度会ってくださいっていうところで、もうぜひぜひというところで初めてねお会いさせていただいて、まあ、一番印象に残っているのは私の中ではとにかく分かりやすくお話をしてくださる。とかく天才って言われてこうね聞いてしまうと、なんか難しいワードやいろんなものが全然知らない世界がどんどん出てくるのかなと思いきや、本当にですね分かりやすい言葉と話し方でですね、私なんかでもどん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 こう頭に入っていく。実際プロフィールにもございましたけど、絵の描けない手塚治虫さん。それはどういうところからあれは来てるんですか。あれはですね、はい、まあ、自分で考えたわけではもちろんないんですけれども、はい、まあ、トヨタ時代に知り合った彼は、まあ、デザインですよね、造形とかデザイン、まあ、どちらかというとデジタル系のデザイナーなんですけれども、その、まあ、彼もそうなんですけれども、まあ、僕なんかより彼の方がよほど天才だと思いますし、その奥様がですねなかなか不思議な方で、その会った人と、まあ、ある程度の時間を接していろいろ話すと、なんかその人のその後ろにいる何かが見えてしまう方だそうで、それで後日ですね、はい、奥様がご主人を通じてなんかそんなコメントを送ってくださって、この方ってまあ一言で言うと絵の描けない手塚治虫さんみたいな人だったねと。それ以来そのキャッチワードを使わせていただいてるんです。はい、いやでも非常にいい例えでして、実際大学の先生ということで教授ということで、今アイデア開発道場ということをされていると思うんですけども、実際私先ほど授業を拝見させていただいて、ありがとうございます。本当に鋭い、まあ、授業の中で質問やいろんなお話を聞く中で非常に優秀な方々がいらっしゃるなという中で、まあ、逆に海田さんの授業が受けれるなんてなんて幸せな人たちなんだろうなということも感じながらですね、で実際このアイデア開発道場というものをですね、どういうものなのかっていうのを簡単に分かりやすくご説明いただけたらなと思います。私が初めて大学で担当したのはイノベーションデザイン論という、まあ、今で言うとデザイン思考ですとか、まあ、ユーザーエクスペリエンスみたいな、なんかそういうようなことを扱うような授業なんですけども、まあ、トヨタの時に商品企画をずっとやってた、まあ、マーケティングの企画とかやってた関係で、まあ、そういう一般的に世にあるものとはにあまり影響を受けないで、まあ、独自のやり方をしているんですけれども、まあ、その授業の中で、まあ、一方的に教えるということではなくて、もう今は当たり前になってますけれども、まあ、なるべく学生みながらそれぞれが何かしら そのアウトプットをする、まあ、僕流に言うとアイデアを出してもらうというようなことをもう一番最初の年の授業でやったんですね。で実はその時には本当に面白いアイデアがいくつも出てきて、例えば一つご紹介すると、はい、彼はものすごく物静かな人だったんですね。環境系の専攻から、うん、イノベーション専攻に来てたんですけども、うん、とお風呂、うん、お風呂の その動線がすごく気になります、うん、でその自分の家のお風呂でも、まあ、スーパー銭湯に行っても温泉に行ってもそうなんですけども、ほとんどが入ったとこ、まあ、ある方向からそのお風呂に入ります、うんうん、で脱衣所があって今まで今日1日着ていた服を脱ぎます、うん、でお風呂に入って体を洗って大変きれいになりました、うん、あやっときれいになったよって出てきます、うん、で出てくるんですけども、出てきた場所がさっき1日汚れた服を脱いだ場所なんです、うん、
同じところに戻ってきたわけです。はい、そうするといやまた汚れますよね、はい、いやもちろんその着替えるんですよ、着替えるんですけれども、うん、その周り床ですとか何か周りにはその一日の疲れがここにあるわけですね。でなので彼の提案はいやその入る時の動線と出る時の動線を変えましょうと、はい、こちらの方向から服を脱いで出ていったら綺麗になったら今度別の方向から出ていきましょう、なんでそんな簡単なものが世の中にないんでしょうかねという提案。なるほど。それはすごく面白いなと思って、うん、本当にすぐにね、まあ、これ積水ハウスの方とか三井ホームの方聞いておられたアイデアただで差し上げます。だそうですね。あの銭湯のようなところでも使えるアイデアですし、まあ、あのほんの一例をね今お話ししたんですけども、本当にたくさんその様々なアイデアが実は生まれてきたんです。うん、でやっぱりこれをその一つの事業だけで終わらせるっていうのはもう極めてもったいない。なるほど。で学生たちの立場からすると、まあ、事業だから、うん、まあ、とりあえずその何て言うんですか、まあ、その時は思いついたアイデアをふっと出せばいいんだというようなことで終わってしまうわけですね。でそれをなんとかもっと深いものにして世のため人のため何かのために役に立つようにできないかっていうようなことが再度その問題意識です。世の中の人は何を求めているのか、市場は何を求めているのか、市場はどちらに変わろうとしているのか、それはその当然ですけどもその考える、そういうことを考えながらなんですけども、最後は結局自分自身が、うん、その世の代表でありそのマーケットの代表なんですね。であのこのアイデアを考えようというのは結局、まあ、企画をするっていうことなんですけども、その何か企画をするっていう時のその一番大切なものはですね、自分自身が本当にそれを欲しいのかっていうことですね。なのでその世のため人のためっていうようなことを思えば思うほど自分の心の声を引き出してくるっていうことが大切かなというふうに思っていますね。ですからアイデア開発道場で結局何をやってるかというと、学生たちがそうやってものすごく新鮮な目で出てくるアイデアを、やっぱりそういうアイデアがなかなか出なくて困っておられる企業さん、うん、まあ、あの行政でもいいですよ、うん、いろんなところに対してアイデアを提案する、うん、でそれを、まあ、厳しい意味になるんですけども、やっぱりちゃんとその事業としてお金をいただいて、うん、そのいただいたお金以上のアイデアをちゃんと出しましょうということを事業にして、学生たちにもそれをまあその社会人になる前にあの体験してもらうというような、そういう道場を作ろうというふうになっていったということですね。道場からどういう人材を実際にこう輩出していきたいなっていう、なんか目標とか夢とかってございますか？この道場で何ヶ月間かいて出ていく、その人その個人がその人でないとなんか気がつけないようなこと、うん、でもこの道場に来なかったらおそらく気がつかないで終わってしまっただろうことを気がついてくれるのが一番いいかなと思います、ね、だからその道場を出ていく人がみんなその同じように何かその一定のスキルを身につけたとか一定のやり方を覚えて出ていくっていうことは僕はあまりその望んでいないですし、あのそれはやっぱりその道場が目指すものとは違うなというふうに、その人がそれまでどういう人生を送ってきてどんな経験をしてきてで何の専門を学んできたからこそそれとはまた違ったその道場 の, そのまあ文化に触れたときにその人にしか気づけないことを気づき、その人にしかあの咲かせることのできない花を咲かせるっていうことのまあ役に立てばいいかなっていうです。あのなんでそんなことを言ってるかというと、結局それがあのまあその将来アカデミズムに進むにしてもその普通に企業に行くにしても、まあ、あのもっと違った分野に行くにしてもそういうことを経験してくれてここを出ていくことが必ず何かこう自信につながるというか役に立つかなというふうに思いますね。その01みたいなことを考えるときに基本的にちょっと早いかなっていうことが多いですね。どんな些細なことも
いつも01のような気持ちでやってないと楽しくないんです。